日本全国から青空の集まる会社があります。ウェルビーイング見つけた。世界最大級の気象情報会社ウェザーニューズ。世界の気象データを収集、予報に加え対応策まで提供しています。例えば海でしたら、どの航路を通れば気象的な条件で安全な航路になるかというものを提供していたり、あと空ですと飛行機は離陸と着陸がありますので、それが安全にできるのか全世界ということで見ています。そのため多くの海外出身のスタッフたちがいます。In France, our specialty is mainly to work on energy for wind power production and solar power production. 世界とやり取りするため、各チームでは夜勤のシフトが組まれています。天気は24時間、天気は眠らないっていう。業務中に靴を脱いでリラックスできる部屋もあります。週に1回、メンタル専門のドクターに何でも相談できます。いざという時に人の役に立つためには、その私たち自身が健康でなくちゃいけないっていうスタッフ一人一人を大事にしていきたいなというふうに思ってます。海外出身のスタッフに好評なのが、社内で健康診断が受けられること。外に出る必要がないのがあまり手間がかかないな、便利な感じにします、ね、ウズベキスタン出身のカリモブさんには大切な場所があります。オフィスの一角、イスラム教徒のための祈りの部屋。祈りの前に身綺麗にするスペースも用意されました。お祈りする前に顔、手、足、洗って、前はトイレでやってました。すごいありがたい気持ちです。今日、あなたは？仕事のことも頑張って、家に帰って子供たちの一日、家族の一日聞いて、仕事も家族も大事です。はい。次回は、仲間づくりが幸せを生む。